結婚してる方が、役職を持ってっていう人も全然少なかったので、稼ぎたいというよりも、どっか社会とつながってる部分は持ってたいなって、家族を幸せにする。アンリーシュ。私は新卒で入って、今の会社勤めて5年になります。で、5年で産休に入りました。で、私の考えの軸としては、ワークライフバランスっていうのがすごく大事だなっていうふうに自分は思っていて、で、私自身結婚したらすぐ辞めようと会社は思ってたんですけど、今の仕事が楽しくって結婚後も働いてました。で、結婚は入って3年目ぐらいでしたんですけど、そこから仕事のやり方が変わって、子供は初めいなかったんですけど、結婚してから定時退社っていうのをすごく意識して働いてました。で、仕事が別に嫌とか早く帰りたいとかじゃなくて、その限られた時間の中でどれだけ成果を出せるかっていうのにすごく重きを置いて働いてたので、定時で帰らせていただいて、それを許していただける会社もすごくありがたかったんですけど、5時15分に帰って、家で晩ご飯の支度してっていう感じで生活をしてました。そうですね、お家も大好きだし、外でお仕事して会社の人とお話ししてるのも好きだしっていう感じで、どっちも充実させたいっていう考え方はありました。ただ自分は結構こう、なんていうんですかね、上に登りたいんじゃないですけど、役職を得たいなっていうふうに思ってて、それが自分自身のこう、なんていうんですかね、キャリアじゃないですけど、自信にもつながるなって思ってたので、そういうステップ踏みたいと思ってたんですけど、やっぱり結婚すると役職はもらえないんじゃないかなっていう不安はありました、感じました。やっぱり、周りの方も結構そういうプライベートも大事って方が多かったんですけど、やっぱり役職を得てる女性はまだまだ少なくて、結婚してる方が、役職を持ってっていう人も全然少なかったので、そこは感じましたけど、やっぱり結婚はしたかったので、仕事よりも家庭は優先っていう感じでした。帰ってからその資格の勉強したりとかはしてたので、家に帰った後も、仕事じゃないですけど、その自分の、その今の仕事の能力を高めるための勉強とか情報を集めたりとかは常にしてたんで、そこのメリハリをつけたいなと思って、そこは意識してます。そうですね、今は復帰はしたいんですけど、時期は本当に全然決めずに、子供に合わせて復帰しようかなっていうふうに思ってます。今の会社に戻るんだったら、やっぱり5年はいたので同じようにキャリアは積んでいきたいなっていうふうに思うんですけど、今の会社にこだわらなければ、こういう状況にいるので、この状況を生かした、何か仕事を見つけられればなというふうにも思ってます。そんなことなくって、今の会社と復帰するってなったら、在宅ワークもちょっとずつテスト的に始めているところなので、ここを相談してみたいなっていうところはあります。なので会社は稼ぎたいっていうよりも、どっか社会とつながってる部分は持ってたいなっていうところで、復帰したいので、時短でもいいかなっていうふうに思ってます。大切にしてること、やっぱ家族ですかね。家族を
幸せにするっていうのが私の役割かなって思ってます、うん、旦那さんもそうですし、あのもちろん子供もそうですし、私の周りの家族が、うん、幸せになってほしいなっていうふうに思います。なんかこの今春を産んでみて、やっぱり今どうしても大変大変っていうのが優先してしまってるので、それを乗り越えてみんなまた一つの家族になって、うん、幸せに暮らしてほしいなって思います。無理に抑えてるつもりはないんですけど、まあ、以前はその、まあ、いろいろ買い物が趣味だったり、洋服買うのが好きだったんですけど、まあ、それなんか洋服に対する興味がなくなったりとか、自分にかけるお金っていうのがもう完全になくなってますね。で、今楽しみといえば、退院した後は家で過ごす時間が長くなるので、家の中を充実させようと思って、そこの家具とか物を揃えるのが今の楽しみです。完全にそうですね。完全にそうですか。はい、まあ、子供に会いに来る生活が今は中心なので、うん、まあ、帰ってから子供の洋服の洗濯したり、搾乳も今は続けてるので搾乳をしたりとか、もう完全にその子中心に回っている感じです。はい、はじめまして、かなと言います。28歳です。子供は春と言います。今、昨日で7ヶ月になりました男の子です。病名は重複でいろいろあるんですけど、最初に分かったのが、口唇口蓋裂です。これは妊娠中に分かりました。で、出産した後、呼吸障害があって、気管切開をしています。で、それの併発で、口から食べられないので、胃ろうも合わせて増設しています。あとは最後に、最近分かったことなんですけど、難聴があるので、今後補聴器を作っていく予定です。結構たくさんあるんですけど、そうですね、私の母とかに言われた言葉は、なんか周りにもこう大変な思いさせちゃって、ごめんねみたいな風に私が言ったんですけど、その時は大変じゃなくてみんなで頑張ろうっていうのと、みんな春ちゃん産んでくれてありがとうと思ってるよって言われたことです。いや、産んでよかったんだなっていう風に思いました。ありました。なんか最初いろいろ先々のことを想像しすぎて、まあ、口唇口蓋裂っていう見た目の病気も含んでるので、まあ、その見た目がどう将来に影響してくるんだろうとか、気管切開は、まあ、いつか治るんじゃないかなっていう希望もあったので、そこまで落ち込みはしなかったんですけど、難聴とかは、あ、もうこの先聞こえずにどう生活していくんだろうっていうのが全然見えてこなくて、先々のことを想像しすぎて不安になってました、ずっと。だけど、そんな先のことを考えても誰もわかんないので、その子もそうですけど、まあ、障害とか病気持った子だけじゃなくて、健常である私ですら先々のことは分かんないので、もうそんな先のことを考えるのやめようって思って、もう今日一日を大事に過ごしていけば、まあ、いつか必ずあの頃はって振り返れる日が来るかなっていうふうに思って、
一日を大事にしようっていうふうに思い始めました。はい、いいですか。今回は聞いてくださりありがとうございました。こういう取材を受けたのが人生で初めてなので、すごい緊張しちゃって、多分真顔が多かったと思うんですけど、普段はこう笑顔あふれる生活を目指してるのでまたいろんな方とお話できればと思ってるので、これからもよろしくお願いします。はい。